はい、どうも、こちらです。今回はこちらサウストをやっていきたいんですけど、こちらね、ハンコック、この前、めちゃくちゃ新カード当たったので、育成してみました。まあ、まだ7万切っちゃってるんですけど、一応こんな感じで装備してって、で、この辺の技もね、頑張って上げました、レベル9まで。で、こっちはまだレベル3なんですよ。っていうのも、これね、もともと銅の新カードなんで、まあ、これに入れるのちょっともったいないかなと思って、まあ、今後ガチャで、まあ、銀の、ね、技付き新カード当たったら、まあ、もったいないかなと思って、まあ、まだね、ギリギリまで入れとかないでおこうと思って、一応取っといてます。で、さすがこんな感じ。で、10万いきました、これ。で、ルフィ見たら、まあ、11万だったんで、まあ、1万から、まあ、1万弱ぐらいの、まあ、差があるって感じなんですけど、あのね、ハンコック強い。必殺技ためがないし、その、押してすぐもうパッて発動するような感じだし、なんかね、ダメージ量そんな変わんない気がするんだよね。気のせいかな。いっぱいバーって矢が出るから、それが全部ヒットすれば、めっちゃ大きいダメージが出るっていう感じなのかな。ちょっと俺、その辺わかんないんだけど、ルフィはなんか2段階ヒットみたいな感じで、ドーンってやって押し込むみたいな。2回ね、ダメージあるんですけど、それ合わせて10万、11万って感じなのかな。ちょっとこれもわかんないや。これも、まあ、一本一本が10万なわけないからね。どうなんだろうっていう、ちょっとその辺がわかんないんですけど、でもね、これもかなりダメージ出る感じがして、実際めちゃくちゃ強い。はい。で、ちょっとどんな感じかお見せしたいんで、ちょっとまあ、勝てないと思うけど、まあ一応、ベリーハード。のクロコダイルにちょっと行ってみたいと思います。ルフィとハンコックって感じですね。これとハンコックとルフィって感じ。まあ、ルフィは8万9000ですね。まあ、そんなに強くはないと思うんですけど、ちょっとこれで行ってみたいと思います。まあ、ちょっとハンコックね、ほんと強いので、ただまあね、その総合力弱いんで通常攻撃がね、まだまだ弱いんですよね。その技とか、必殺技使えばもちろん強いんだけど、通常攻撃はあんま強くないんで、はい、行きまーす。これでも石化もするからね、これね。この石化は今してた左側のキャラ。これ強いんだよ。てかもう、コンピューター超弱いからさ、やめてくれないかな、コンピューター。すぐ死んじゃうから、コンピューター。すぐ死んじゃう。ちょっとやめて、コンピューター。ちょっと、韓国一人になったらさすがにちょっとやばいんで、ちょっと援護しながら頑張りたいんだけど、もう一発でこんな食らうからさ、やめて本当に。あ、ちょっと待って、やばい。はい、これ打ちます。これもね、1体にしか当たんないんだよね。それがね、ちょっとね、何体かな、当たってくれればいいんだけど。それでも強いですけど、十分で。ハンコックさ、中衛なのになんかもう射撃みたいな距離で打つからさ、あ、ちょっと待って、痛い。そう、打つからさ、強いんだよ。結構距離取ってくれるんでやりやすいですね。なんか打っちゃおう。ほら、もうこれやばくない？発動も早いし、なんかもう広範囲なんで結構ゴムゴムのガトリングみたいな感じかな、範囲的には。なのですごい使いやすい。あ、こういうとこいいね。これなんか移動しないで四角いパターンね。これの方がいいかも。もう使っちゃう。もうちょっと怖い。仲間死んだらやばいんで。もうやばくない？これもう一層ですよ、一層。あ、めっちゃ出てきた。やばい。はい。で、このなんか、ね、韓国の蹴りも結構広範囲なんで、強いんだよね、意外とね。あ、やっぱね、ほんとね、総合力だなぁと、もうちょっと上げたい。一応ね、運はね、12% ぐらいだっけな、まで一応上げました。頑張って。もうひたすらコイン集めるだけなんですけど、頑張る。うん、いいなこれ。じゃあ、うわ、一層、はい、強い。強くないですかこれ。強くない？これこんなもんですか、皆さん使ってるキャラは。こんなもんなんですよか。相性がいいとかなのかな、そんなことないよね。ちょっと相性の話まだよく分かってないんだけど。あと、勢力の話、ちょっと、知ってる方教えてください。ちょっと、あれ教えて。何勢力って。未だに分かってないからさ。これめっちゃ強い、これもうめっちゃ強い。あ、これいいんじゃない？近いし。あー、ほらこれルフィ使わないで勝っちゃうパターンじゃないこれ。ううわ、ちょっと待って、ベリーハード一人でいけるようになったの、これちょっと、でかいな。あ、待って、これ当たんないけど。あ、当たるか。あ、距離結構、強くない？ほら。一人でいけたよ。俺いつもフレンドね、マルチじゃないと勝てないんですけど、いけたよ。いや、俺、いけるじゃん。もう、ベリーハード。やべえ、超嬉しい。ちなみに初です。初で勝ちました。初勝利です。ベリーハードの、その一番上のボス戦で勝てたのは。まあちょっと報酬がね、ヘボいんで、マルチでやりたいんですけど。でもいいね。韓国やっぱ強くない？ってことで、俺今回何が言いたいかっていうと、本当はね、もうギアフォース待ちだったんですよ。もう全部300枚ぐらいあったかな、もともと。もうちょっとあったかな。全部もうギアフォース待ちでいたんですよ。ね。俺今、これから何言うと思いますか？はい、何が言いたいかというと、こちら。もう極めた方が良くないっていう。もうルフィと、ハンコックの2枚カバーにするか、もしくはまあルフィと、まあ、2年前チョッパーで、まあ、ちょっと回復入れつつみたいなパターンにするかみたいなね、ことになってくるわけじゃん。で、ルフィはルフィで、まあ、前衛タイプなんで、まあ、持っとくのは持っとくでいいし、まあ、現状強いんで、まあ、ちょっとハンコック、これ、ほんと強くした方がいいんじゃないかなと思い始めてきて、使ってて強いから、ハンコック、これ、引いちゃうと思います、これ、アルミで全部。ちょっともったいないかな。まあ、ギアフォースはギアフォースで多分、どうせ年始とかでしょ？お正月でしょ？お正月まで、まあ、なんとか貯めて、20連ぐらい引ければいいかな。20連は無理かな。でもまあ、お年玉キャンペーンとかでね、もらえるかもわかんないからね。さあ、太っ腹なんで。なので、その辺にかけて、まあ、最悪、まあ、課金はしたくないけどな。まあ、サウスはまだ課金してないんで、まあ、ちょっと、ハンコック、今回当てたいと思います。で、狙いは、技付きシーンカードも欲しいし、必殺技レベルも上げたい。1でいいから上げたい。だから、1個でいいから上げたい。てか、今、必殺技レベル6なんだけど、6でも 1個くれば上がるのかな、1。なんか上がれば上がるほどね、やっぱり、新カード入れても上がりにくくなっちゃうんで、レベル6だと上がんないのかな？どうなんだろう。まあちょっと、引きたいと思います。ちょっと、ハンコックの強さを、皆さんお分かりいただけたと思うんで、お願いします。ちょっともう、ほんとお願い。ほんとお願い。もうこれ、ギアフォースのために取っといたけど、使ってるから。あ、確定来ない。確定来ないかおお金4つぐらいあったあって止まったらダメ止まったらダメ止まったらちょっとバギーの技付きとか来るからあ来ないねよしよしよしいやよしよしじゃないんだよよしよしじゃないんだよちょっとあちょっとあもう金終わったんじゃないこれあこれ爆死のパターンかな韓国銀でも来るよね技付きだったらバギーはいいんだよ。もうバギーもね、結果育っちゃうんで、ハンコック回ってたら。もう爆死やん爆死やんまあ、そんなもんだよね。甘くないよね。ちょっとお願いします。20連目。ちょっとほんとお願い。もうハンコックの必殺技新カードは止まんないんで。おし、来たてかまだ銀のハンコックの新カードも出てないからね。必殺技付きの。それ、まあ、でも銀だとな、上がりにくいからな。お願いお願い。1個しかなくなかった今。ちょっと待って。韓国。ああ、オッケーオッケーオッケー。まあ、共有範囲に。韓国の、まあ、どうでも新カードが出てくれれば技付きなんで。全く関係ないじゃん。シーザー出がちだな。ちょっとお願いお願いお願い。やばい。これ爆死の予感がしてますよ、これは。ちょっとやばい、これ。メロメロ。まあ、メロ。やばいな、バギー来ちゃったか。バギーも2枚目です、これ。ちなみに。まあ、ムービー出てないんでね。わかると思うんですけど。はい、ラスト。やばい、ちょっと待って、30連で0やめて、ほんとお願い。てか、この前が出過ぎだったのは、もう承知の上でお願いします。やばいな、確定来ないな。あ、金3つぐらいちょっとお願い、ほんとお願い、ハンコック。止まんなくていいから、そうあ、なんでなんでキリンちょっと、ハンコック。あ、やばい。あ、止まっちゃダメ。なんで星 5？ ちょっと止まっちゃダメ。あ、ちょっと待って、それだったら、必殺技付きなしにして。普通のステータスが強い進化として。そうでしょ。おーいいじゃん。これ中衛じゃないしかも。そうだよね。モネ中衛だもんね。いや、これはいい。なんで止まっちゃう。なんで止まっちゃうの。違う。ハンコックがいいんだって。ちょっと角来すぎじゃないもう角来すぎでしょ。もう出たから、1個必殺技付き銀だけど。いい終わったし。いや、爆死したな。これだって必殺技付きでしょ、舶来。おい。しかも舶来持ってんだよね、もう。マジか。ハンコック出なかったね。まあしょうがないね。まあじゃあそしたら、これ全部ぶっこんじゃおうか。今まで貯めたやつ。それも一気に動画にしちゃいたいと思います。まあしょうがないね。そんなにうまくいかないね。まあこの前出すぎたからね。まあしょうがない。とりあえず今の目標はハンコックの技レベルを、まあできれば10まで上げたい。10まで上げて、で、さらに運もマックスまで頑張りたい。まあもうちょっと頑張らないといけないね。一応、片方はレベル9までいってるんで、メロメロの方かな。レベル9までいってるんで。あともう一個の方だな。はい、これね。これガンガン入れちゃいたいと思います。お、もう5まで上がるね、これで。うん、いいね。威力がこっちはそんなに強くないね。まあ多分範囲が広いし、多分全体に当たるんで、多分よく弱いのかな。どうなんでしょうか。てかこれさ、技レベルさ、なんか1から2に上がるときってそんなにさ、威力上がんないけどさ、8から9とかの方が上がるよね。そういう仕様なんですかね。めっちゃ上がんない？そっちの方が。いいね。2万か。まあまあじゃん。これも入れちゃいます。はい。これで終わりですかね。いやーでも、まだまだだな。レベル7か。7か。ちょっと微妙だな。あと、ハンコック。あ、74000まで上がった。え、すごい。技上がるだけでこんな上がるんだ。どうしよう、これ何がいらないんだろう。ちょっと、わかんねえな、この辺。597、324とか。この辺わかんないんだけど。何が強いのか。何が弱いのか。この辺弱いのかな。ちょっとわかんないな。74000でしょ。え、これさ、入れちゃうと下がっちゃうけど、多分こっちの方がいいよね。多分レベル上げればこっちの方が絶対強いよね。これ強そうだよね。なんか初期からなんか、結構強めな感じするし。で、このエースも狙撃がいないんだけど、まあ、なんか生活強そうだからね、これで入れてるんですけど。でも73000ってなかなかだな。びっくりしました。で、運15だね。15まで上がってますね、運が。まあちょっと、今後もこれ頑張って極めたいと思います。もうね、やっぱね、挑戦クエストとか、やっぱクリアしたいじゃん。そう、その辺やっぱクリアしたいんで、もうちょっと頑張ってやっていきたいと思います。ということで以上、さあその、クエストとガチャ動画でございました。ご視聴あります。